私当時まだ13歳だったわけなんですが、まあ、この商店街、徳島駅に近いということで、汽車ポッポということと、ポッポということで、ハトということで、世代を超えて、末に長く、親しまれる、商店街でずっといてほしいなと思います。最初はものすごく恥ずかしかったんですよ。ポッポ街っていう、なんかね、呼び名っていうかね、46年にオープンしたんですけども、47年、8年、9年もう最高でしたね。その頃はもうどなたむしゃらに働きました。後継者がおらんっていうんで閉めてるとこが多いですね。アニメでポッポ街は通っているんで、そういうのは若い人の街でいいかなと、徳島の原宿っていうかな、そういうような感じ、自分独特の、味を出してくれる若いもんを育てていきたいと、応援したいと思います。